you kidding? Thank you.
Saikeru! ここも牢屋か。こちらは誰もいないみたいだけど。いいえ。誰かいるのか。マルコーニ会長。え、あのルバーチェの。お前たちどこかで見たようだ。お前らは特務支援課のガキども。何、シュバルツァ奥さんを台無しにした連中だと。別に台無しにするつもりはありませんでしたが。ま、自業自得じゃねえのか。へえ、黙るがいい。お前たちのせいでわしは議長の機嫌を損ねて危ない橋を渡ることに。せめては貴様らのせいだ。ものすごい責任転嫁っぷりね。ヨアヒム氏と共謀していたわけではないと言い張るつもりですか。うん、もちろんだとな。もう失勢。まさかあんな恐ろしい薬だったとは。最初は潜在能力を高める薬という話だった。英雄への襲撃も成功して、みんな競い合って服用したが、昨日の夜、服用した連中の様子が全員おかしくなってしまって、
それでこんなことに。それどころか化け物みたいになったやつも。エイドスよ、我らの罪をお許しください。なるほどな。大方睨んだ通りですね。これで分かったろ。わしも被害者の一人なのだ。とっととここを開けて安全な場所に連れて帰って。ふざけるな。元凶は確かにヨアヒムだろう。だがあんたたちに責任がないと言わせるものか。市民たちに薬を流したのは他ならぬあんたたちだろうが。それはその狙いも分かっている。グノーシスに危険がないか市民を使ってテストしたんだろう。あわよくば販売ルートを確保して構想後には広めようとすらした。違うか。さすがにやりすぎだったかもな。今度ばかりはあなた方をかばう議員は現れないでしょう。ハルトマン議長に至ってはヨアヒム氏との関係についていくつもの疑惑が持たれています。もう後ろ盾はなくなったと覚悟した方がいいでしょうね。ま、それはともかく、ガルシアのおっさんはどうしたんだ。てっきり一緒に捕まってるものと思ったが。若頭は最後までヨアヒムに抵抗していた。だが化け物になった仲間たちに力ずくで抑え込まれて。その後は見かけていない。そうか。ちょっと心配ですね。確かに。ねえロイド君、この牢屋の扉どうするつもり？このままにしておいたらちょっと危険な気もするし、かといって扉を開けたら逃げられちゃうかもしれないし。ああ、正直難しい判断だと思う。僕たちは君の判断に従うよ。さすがに遊撃士が守るべき民間人とは言いにくいからね。やれやれ、甘いね。仕方ないわね。あくまで緊急措置だ。それに丸腰で脱出できるほどこの遺跡の魔獣は生優しくはない。おとなしく警察の救出を待った方が身のためだと思いますよ。わしに指図をするな。これで貴様らも用済みだ。ちょっと行ってしまえ。行きましょう。なあ、先を急ごう。
ここは譲れない。私の番ね。これで決める。私の番ね。やっ、私の番だ。援護するぞ。こんなもんかね。